ヘレナモルフォ対応モルフォペレーデスモルフォペレーデスモルフォ、シロモルフォモルフォ蝶は、北アメリカ南部から、南アメリカにかけて80種ほどが生息する大型の蝶の仲間。モルフォは、ギリシャ語で、形態を意味し、アプロディーテー及び、ウェヌスの形容国でもある。縦波蝶か、モルフォ蝶赤、モルフォ蝶族、モルフォ蝶族に分類され、モルフォ蝶赤は、 モルフォチョーカという独立したトガで扱われることもある。体に比べて非常に大きな羽を持ち、さらに羽の表側に金属光沢を持つのが特徴である。この光沢はほとんどの種類で青に発色する。これは色素ではなく羽の表面にあるくし形のリンプ粉ンで光の干渉が起きるため光沢のある青みが現れる。このような現象を構造色という。 また、不規則な軌跡を描いて、早く飛ぶのも特徴である。鮮やかな羽の色を持つのはオスで、ほとんどのメスは、オスよりも地味な茶色か青みが少ないことが多い。羽の裏側には、褐色や、灰色のまだら模様がある。また、羽の裏には、目玉模様がある種類がほとんどで、分類上は、ザノメチョウに近煙とされている。 羽の表裏の色の変化で天敵を驚かせると考えられている。羽を閉じていると目立たない。森林に生息する。幼虫は豆科の植物を食べる。成虫の寿命は約1ヶ月で毒があるため捕食者はあまりいない。成虫は花の蜜よりも腐った果実、動物の死骸、キノコなどを好む。オスは川沿いなどを パトロール飛行する習性がある。生息地ではしばしば腸炎で養殖され、標本は土産物などにされている。モルフォ蝶の標本は体液が染み出て羽の構造色を損なうのを防ぐために腹部が除去されているものが多い。モルフォ蝶の採集方法は果実採集と青い銀紙による採集がある。果実採集のために準備するものは腐った果実と 砂糖きびである。バケツに砂糖きびの絞り汁を入れてその中に果実を浸し、木の枝の上などに置いておくというもので、これはカブトムシなどの甲虫等も採集することができる。銀紙による採集は、モルフォチョウのオスが青く反射するものをすべて同種のオスと、勘違いして追い払うために近づいてくる性質を利用したもので、 銀紙の反射によって、モルフォチョウをおびき寄せ、網で捕まえる。この最終方法は、当時南アメリカで役人を務めていた、フランス人のジェーヌル・ムユルトが考え出したものである。モルフォチョウの多くには、ギリシャ神話の登場人物の名が付けられている。ありがとうございます。